エターナルティアーズ・オブ・ソローはフィンランドのメロディック・デスメタルバンドである。イートスと略されることもある。またシンフォニック・デスメタルにカテゴライズされることもある。エターナルティアーズ・オブ・ソローとしての活動は1994年からであるが、全身バンドを含めると結成は1991年になる。 1994年以前は、アンドロメダ・モシントン DC というバンド名であった。1991年に、フィンランド・オウルシュープ・ダスヤルビで、アルッティベテレーネンと、ヤルム・プオラカナホによって結成されたアンドロメダが、バンドの前身である。1992年5月に、ファーストデモテープ、ザ・ホース・ディメンションをリリース。ドラムマシンを使用していた。同年8月に、ミッコ・コムラネン。 お、リペッカトンロ、ペトリさんからが加入し、バンド体制が整う。この加入に際し、アルティベテレーネンがベースに担当を変え、ヤルムプーラカナホはギター専任となった。しかし、同年中に使用していたリハーサルスタジオが火災により消失してしまう。この消失でバンドのモチベーションが落ち、活動停止状態となる。アンドロメガ時代は、 スラッシュメタル志向の音楽を演奏していた。活動停止中の1993年にペトリさんからが所属していたアンセスターにアルティベテレーネンがベーシストとして加入する。しかし、ほどなくしてアンセスターは中心メンバーのペッカコッコとペトリさんからの兵役によって活動を停止する。これを受けてアンドロメダ時代のメンバーアルティベテレーネン、ヤルモポラカナホ、 オッっ、リペッカとロの3人で、モシントン DC というバンドを結成する。音楽性を、スラッシュメタルからデスメタルへと変更する。ドラマーはおらず、ドラムマシンを用いて、活動を行うこととなった。また、ライブでは、セッションドラマーを起用することもあった。同年中にデモテープ、ビヨンドザ・ファンタジーをリリース。1994年、バンド名を、エターナル・ティアーズ・オブ・ソローに変更。 変更後、やるもプロラカナホと、オリペッカ・トルがキーボードを兼任するようになった。同年中にデモテープ、ザ・セブン・ゴッテス・オブ・フロスト及び、バーズ・ベリアルリリースする。しかし、メンバーの年齢が近かったため、全員が順々に兵役につくため活動できなくなり、活動を停止する。1996年5月に一番遅く、兵役についたオリペッカ・トルが兵役を追い復帰し、 活動を再開する。活動を停止中に、前述の2本のデモテープがバンドの評判を上げることとなり、活動再開から短期間でレーベル契約の話が舞い込む。スウェーデンのインディーズレコードレーベルの X イコール、トリーレコードと契約を結び、同年7月からファーストアルバムのレコーディングに入る。曲の収録自体はすぐに終わったものの、アルバムリリースはかなり遅れ。 ファーストアルバム、シナーズ・セレナーでは1997年9月にリリースされた。同アルバムは全11曲であったが、うち8曲は新たに録音されたものであったが、残り3曲はデモテープ、バーズ・ベリアルの楽曲をリミックスしたものであった。ファーストアルバムリリース後、レーベルのサポート面を理由に、自国のスパインファームレコードに移籍。1998年11月にセカンドアルバム、 ビルダ・マンルをリリース。リリース後、ミニツアーを行っている。ツアー後の1999年2月、オディ・ペッカ・トロが学業1念年を理由に脱退した。この脱退を受けて、アンティ・コール・マッティ・タラーラとパシヒルトラ、ペトリさんからが加入し、通常のバンド体制へと移行する。2000年にサードアルバム、カオティック・ビューティーをリリース。このアルバムで、キングレコードから、 日本デビューを果たす。同アルバムには、シナジー等で活動する、キンバリーゴスが、ゲストボーカルで参加していた。リリース後、ナイトウィッシュと1ヶ月に及ぶツアーを、フィンランド国内で観光している。その後、アンティーコールマッキータラーラが脱退し、アンティーコッコが加入する。この時点で、ヤルモープオラカナホ以外のメンバーが、エターナルティアーズ・オブ・ソローとカルマを掛け持ちしていた。 2001年にフォースアルバム、A バージン &A ホアをリリース。2002年、ライブツアーの疲れを理由に、再び活動停止状態に陥る。この活動停止を機に、アンティコッコとパシヒルトラがバンドを離れた。2005年、リストルース、タロットのヤンネ・トルサが加入して、活動を再開する。2006年にフィフスアルバム、Before the Bleeding Sun をリリース。同アルバムから、 日本ではアバロンレーベルから日本版がリリースされるようになった。同年末には約6年半ぶりとなるライブをアモルフィスやポイズンブラックと共に観光した。このライブには足首の怪我でペトリさんからがタロットのヨーロッパツアーでヤンネトルサが参加できずトゥオモラ・イカリとベ・リマティカナネンがセッションで参加した。その後スパインファームレコードを離れ、 フィンランドの進行レーベルのキスオメン無事一気に移籍した。2008年10月、シックススアルバムレコーディング中にクリーンボーカル担当としてフィフスアルバムでもゲスト参加していたヤルモクルマネンが加入した。12月には背中の痛みにより満足な演奏ができなくなったことからペトリさんからが脱退し、新たにユホラアッパナが加入した。結局、 アルバム収録曲3曲をペトリさんからが残りの6曲をユホラアッパナが担当した。さらにレコーディング後2009年2月にリストルースが脱退し少し置いてミカ・ランマサーリが加入した。2009年5月にシックススアルバムチルドレン・オブ・ザ・ダーク・ウォーターズをリリースした。同年にはビフォー・ザ・ドーンとロシアでライブを数本こなしている。翌2010年には ドイツハンブルクで開催されたメタルブリードフェスティバル2 0 1 2に参加。アーチエネミー、キープオブカレシンラと共演した。2013年、セブンスアルバム、セイボン・ラプシーをリリース。2016年8月に日本での初来日公演が追加公演を含む大阪、東京での3会場で実現。なお、メンバーであるヤンネ・トルサは、この初来日公演には、 不参加のため、5名体制でのライブとなった。日本ツアーの後、活動が停滞。2018年にリードギタリストのミカ・ランマサー・リーが脱退し、前リードギタリストのリストルースが復帰した。その後、2001年にアルティとペトリがカルマから脱退し、2002年にエターナルティアーズ・オブ・ソローが活動を休止し、アンティとパシがエターナルティアーズ・オブ・ソローから離れたことで、 両バンドを掛け持ちしているメンバーはいなくなった。ただし、サードアルバム、カオティックビューティー及びフォースアルバム、エイバージンエイホアでは、ティコティコスタジオに加えて、フィンボックススタジオで、レコーディングが行われている。さらにシックスアルバム、チルドレン・オブ・ザ・ダーク・ウォーターズでは、ティコティコスタジオだけでなく、同じくフィンランドのノート・オン・スタジオ、 フィンボックススタジオ、ノルウェーのスペースバレースタジオでもレコーディングが行われた。セブンスアルバム、セーボン・ラプシーでも、ティコティコスタジオに加えて、ノートンスタジオでもレコーディングが行われ、アティコルテ来年に加えて、ヤンネ・トルサもエンジニアに参加した。フィフスアルバム、ビフォーザ・ブリーディング・サンでは、ミネルバ・パッピが起用されている。ハット ABCD ・エターナル・ティアーズ・オブ・ソロー・レビューズ、ミュージック、 ニューススプトニックムーシク二千十五年六月八日閲覧。ABC エターナルティアーズオブソローバイオグラフィー。オールミュージック。オールメディアガイド二千十五年七月二十九日閲覧。ABCDEFGHI 奥村裕次。Kotick Beauty。Chaotic Beauty。エターナルティアーズオブソロ。東京都文京区とは。 キングレコード、キシッピー732、ABCDEFGHIJKLMN、OPQRSTUV 奥村雄二、バージンフォアー、A バージン &A フォアー、エターナルティアーズオブソロー、東京都文京校とは、キングレコード、キシッピ F I J K L M N ー851、ABCDEFGHIJKLMN、大前田武彦、ビフォアザブリーディングサン、 Before the Bleeding さん。Eternal Tears of Solo. 東京都新宿区野来町。Avalon Devel. マイクップ 1618AB。シナーズセレナーデ。HAT ABCDEFGHIJ 前田。竹彦。Children of the Dark Water.Children of the Dark Waters.Eternal Tears of Solo. 東京都新宿区野来町。Avalon Devel. マイクップ 1849ABCDF e 前田武彦。サイボンラプシー、セイボンラプシー。エターナルティアーズオブソロウ。東京都新宿区野来町、アバロンレーベル。マイクップ 11086AB エターナルティアーズオブソロウイン2019ニュースアップデートエターナルティアーズオブソロウオフィシャル YouTube チャンネル2019年3月30日閲覧。 ありがとうございます。